梅田直通りは、福井県鯖江市出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。講和伝承一年時に、講和伝スポーツ少年団で野球を始め、東洋中では、鯖江ボーイズに所属。中学時代から注目され、県外からの誘いも受けたが、野球名門校ではなく、地元で、文武両道の県立高校である、鯖江校に進学。鯖江校時代は、 甲子園出場はなく、3年の夏は、県大会2回戦で早々と敗退し、全国的にはほとんど無名の存在であった。当主、一類種、遊撃種を兼任し、ドラフト指名は、内野種としてだった。高校通算15本類だ。2007年8月に、北新越地区高校選抜として、ハワイに遠征し、 ハワイ島選抜、オアフ島選抜と5試合を戦った。並る強打者の中で4番を任され、2試合目のハワイ島選抜戦でバックスクリーンに本塁打を放つなど、5試合中4試合で長打を放ってアピールした。2007年のドラフト会議で埼玉西ブライオンズから5巡目で指名を受けたことを機に入団。サバイ高校出身者では2001年に 大阪近鉄バファローズへ入団した、牧田昭久以来、7年ぶり4人目のプロ野球選手になった。2008年から2013年までは、一軍公式戦への出場機会がなかった。2014年には、5月5日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の7回裏に、代打で一軍デビュー。10月2日の対北海道日本ハムファイターズ戦に、7番。 右翼手として一軍公式戦初のスタメンに起用されると2回裏の第一打席で荒垣隼人から放った一軍初安打が満塁本塁打になった。NPB の一軍公式戦で初安打を満塁本塁打で記録した選手は1983年の駒田徳博以来二人目。66試合に出場したイースタンリーグ公式戦でも 打率と本塁打で、自己最多記録、打点で、自己大記録を残すなど好調だった。2015年には、春季キャンプで一軍メンバーに抜擢されたが、公式戦の開幕を一軍で迎えられなかった。開幕後は、イースタンリーグ公式戦88試合に出場。しかし、打率21、211、2本塁打、23打点と、再び低迷したほか 一軍公式戦への出場機会がなかった。10月2日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。自身と同時に、西部から戦力外を通告された、林崎亮前川京平と共に、株式会社トラバースへ勤務。2016年からは、千葉県内の地盤調査に携わるほか、佐藤が取り仕切る、軟式野球のチームに参加する。 野手としては、伊藤義雄を彷彿とさせる大柄な左打者で、荒削りながら、パンチ力のある打撃が武器。高校時代には、投手として、ストレートで、最速時速 145km を計測した。遠投 110m の強権の持ち主であった。入団6年目までは一軍昇格の機会がなかった、ため、シーズンが終わるたびに、戦力外通告を覚悟したという。 一軍公式戦でも7年目に2安打を放っただけで本塁打は初安打と同時に記録した満塁本塁打の一本だけにとどまった。梅田自身はこの本塁打について現役引退の直後に8年間で唯一貢献できた。一本も打てずに引退する選手もいるので一本打ててよかった。8年間で満塁本塁打一本だけだったので 自慢できるほどではないが、良い思い出にはなったと述解している。ありがとうございます。